個のマインドコントロールだったのかなってのも思ってて、どこまでが演技かわからんのよね。そうだね、あの主人公って。でつまりはその、まあ、ヒロシは最初からあいつを一番信用できるからやって言ってたから、うん、まあもうすでにどっかで受注にはまってると使いやすいよ、ね、まあもうすでに洗脳されてると。夏希ちゃんは初めて会ったりだね、うん、だから言ったらあそこスタートで見れるわけだよね、主人公を信用して過程が分かってくる、うん、なのでそれ自体がそもそもあいつの全部演技だったわけじゃないですか、だから好きにさせたのも演技なのかなって思うけど、でも気持ちは若干あったんだろうなとも思いつつ、それはあるだろうね。好きにさせちゃうのが一番安牌じゃん、裏切らないじゃんそんなやつは絶対。かなり強いよね。だから、だから合理的にはそう考えてあの子を落としにかかったんだろうけど、うん、でも多分好きになっちゃったんだよな朝日は。そうだよね。だからさ、その、うん、最後のさ対決のところあるじゃん。あそこでもさ、ヒロシにはさナイフ包丁持たしてさ、うん、こいつがやったんですみたいに見せるけど、夏希ちゃんの方に関しては特に何もせずちょっと悲しそうな顔して涙を流しながら目を閉じてあげるっていう、うん、しかもなんかねキスとかさ触っちゃうとさ変な証拠もつきやすいからさ、うん、まああの子が恋仲だったっていうのだから別にいいけど、でもリスクは減らしときたいじゃない、うん、なるべくね、どのタイミングでついた唾液だとかややこしいこと。でもそれを犯してまであの子に最後キスをするっていうのはある程度敬意がないと行えないことだから、うん、やっぱり気持ちはゼロじゃなかった。ちゃんと好きだったんだと思うよ俺は。しかも夏希ちゃんは最後にさ分かってたわけじゃん全部、うん、どうなるかは。それをだから天才の言ったら考えを知った上であれに乗っかってるって、まあつまりは一番なんかこう丸め込まれちゃったんだけど、なんか結果見るとねちょっと夏希ちゃんが一番上手だったなっていう感じなんだけど、うん、だなんかそこがね知能頭脳天才を超えるのが愛っていうのがなんかちょっと綺麗かなっていう。最強なんてそんなもの、うん、最愛に比べればっていう、ね、ですね。かっけえよな。そこはもう人間臭くていいなと思うな、うん、愛情がやっぱ上に来るって人間ドラマとしてもだからこうドライじゃないっていうね、うん、結構ウェットな要素もあるからそこも含めて結構本当に見てほしいなって思ったけどねみんなに ね、よくできてる本当に、うん、夏希の事件の真実がまだ語られてないなっていうのが。親父の、あそうそうそう、あの旅館の方、はいはい、あね、結局冤罪だっていうけど何も語られないまま終わったんだよねあれ。まあ、でもなんかさ最後の方にさ夏希は認めてなかった、うん、自分のお父さんがやったって分かるの。お父さんがそういうさあの人を殺すような人だったから自分もそう人を殺しても特に何も大丈夫みたいな。でも矛盾はしてるよね、最初はだってそんなことする人じゃなかったって言ってる。だからねあれは朝日のマインドコントロールの成果なんだろうなって、うん、ちょっとずつ倫理観が壊れてる。だから殺したになったってこと、思想が本人の中では殺したになっちゃったんだよね。だからこれはその事件の真相とは関係ない話、別に本筋と関係ないんだけど、うん、なんかすっきりしないんだよなあそこが。すげえ、まあ、原作とかさドラマ版だったらもしかしてやってるのかもしれないけど、夏希とヒロシが泊まってたとこがその元民泊だったと思う。俺あそこも違和感あって、なんだろうあそこと思ってて、うん、なんでそんな泊まれるしなんか設備も大丈夫かなとか、もうだって終わってる廃業感みたいな、うん、だからだとしたらあそこか、 TikTok 撮ってた、それが一番ガテンいくもんね、まあ、でもにしてはさ荒れすぎじゃない？そう荒れたんだよ冤罪やられちゃったからあれに荒れたんだよ。保証がない場所に行くわけないから、うん、じゃあやっぱそこだよなってなるし、うん、そうだね多分そこだと思うんだ、あそこでそれが起こったっていうのだけはあるけど、まあそれ以上は分からないっていうことですね。東昇いるじゃん、あの割と最初からガバガバだなって少し思う。突き落とす時もさ見晴らしが良すぎるからさ、あんなんさなんか誰かに見られても全然おかしくない、うん、だってあそこねなんか観光地周りっぽいとこだからさ、うん、なんか浜にさ本当にそれこそたまたまあの3人しかいなかったから、まあ、あいつらしか知らなかったのに、うん、結構まばらにいてもおかしくない浜辺だし、てかあそこホテルの近くだよそうだよね、うん、そもそもだけどめちゃくちゃ観光地なんであそこ、うん、だからちゃんと見てくれぐらいのレベルの場所だよ、うん、だってさほらわざわざ柵立てたじゃん、こっから先に行かないでくださいみたいなロープ、うんうん、あれがあるってことは人が結構出入りする場所だと思うんだよ。そうだね、だから普通にね鉢合わせてもやばいし、そうやってるとこで。なんならあの1個あるのはなんか数学の大会っぽいので僕優勝したんだよ、ね、あなんとか杯みたいな、ね、そう、はい、あれの時にその東昇は2位だったけど主人公は1位を取ってるんだよ。そこでねすでに上手だったんだよ。だからそこでの格の差っていう部分で、うん、東にはちょっとという突っ込みどころというかさ、うん、残しておいたのかもしれないな。主人公には少し劣ってしまっているのかもしれない。ただ一個ねその見晴らしのいい場所でっていうのをあれを考えた時にさ、うん、まあ、ここもいろんな考える余地があるんだけどさ、
さ、いろんな条件を考えると、うん、もうあれがベストな選択肢だったのかなとも思って、うん、結局まあリスクはもちろんある、うん、殺人をするのにゼロリスクはないから、どんな物事になってリスクはあるけど、あれが一番リスクが低いとあいつが考えた上でのあそこでの突き落としだったのかなっていう。ホテルの近くだけど、うん、まああの二人が来てもおかしくない場所で、本当にあれ動画たまたまだし、あの方向で撮るっていうことをそこまで、浜辺側じゃんどっちかっつうと、やっぱり近くに本来は入らない場所っていうところでの、あと平日でとかさ、はいはい、時間帯でいい、そのもう人があんまいないようなとか、あと、まあ、証拠が残らないというか、ある程度触ってなんだりしても、そのもうぐちゃぐちゃになってわからないみたいな状況と、もろもろ考えるとあれがベストな選択だったっていうこともね、だってあれ以上を逆にどこって言われたら俺は選択肢が出てこなかった。確かにね、その辺は確かに、そう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 、いろいろ考えると、だからもうあそこしかないのかなと思ったりました、うん、だとしても供述はもうちょっと練った方がよかった。それかあれだよね、わざとちょっと質問の余地を残しておいてそれに答えることでっていう、ああなるほど、あそういうあれもあるもんね、テクニックも確かに、だから余計強固になるというか、だからあの他のところ1個分かりやすい、そういう穴を作っておいて、うんうん、そっちに意識を向けさせて他をごまかす。確かに確かに、そうだね、それはあるね、だとしたらね、そういうのも考えるとね、うん、隙はないね、はい、まあ、でも2位だからさ、登るはそもそもなんだけど、子供たちやったらどうするつもりだったんだろう。あ、一番最後のとこだって罪じゃないかなって思う、ね、うん、だって来てるし、警察来てるし、もう完全になんとなく感づかれちゃってるし、うん、だってあの状況だって子供帰らないになるし、でそれだったら車であの時やってても変わらないじゃんって、変わんないね、証拠がどうちゃらこうちゃらっていうのあったからやっと手出したって思ったら、証拠のバックアップあると思わないのって言われた時に、いやってさ、それは取ってるからどっちも一緒だろうってなったじゃない、これでイーブン、一緒のイーブンになったじゃん、うん、やっちゃったら何もイーブンじゃないんだけど、うん、その結局だから車でやろうがどっちみちバックアップの場所分かんねえじゃん、うん、だからどの道不明なんだよなっていう、そのイーブンにする意味もなかったし、そうなんだよね、まあ一個一個整理すると、まず車でも良くなかった論はどうなの。車でも良くなかった論は、まあ、実際あの時にやると足がつきすぎるからやんなかったんだよね。車どうすんのとかもある、車の中でさ血とかあんなにあったらさ処理に困るし、普通にめんどくさいってこと、うん、とかもあるし、あとあの時はそこまでする必要はないと思ったんだ、主人公のヤバさに気づいたから。ああ、そっちね、あいつは早めに消しとかないといけないってなったから、うん、なるほど、まあじゃあそれで一個解決だとしよう。であれをやった後にどうしようとしてたんだろう、登るは子供たちをあそこでやったとして、どうなんだろうね、あれ積んでないっていうふうに思うんだけど、ね、あれ警察が来てないとしても割と罪に近いと思うんで、うん、そうそうそう、だからアッハッハーとか言ったけどもう終わりやんっていう、 あんな音楽かけてさワイン飲んでさアッハーとかってやってるから、もしかしたらマジであの殺すことだけが目的でやったのかな、あ、だから目標達成したってこと、あのうさばらしで、あれか、だから2位だったから1位にすげえこう嫌悪があって、うん、あいつしかも頭いいしのがあって1位のやつに勝ったみたいなちょっと幼稚になったのかもね、あそこは。だからあれだよね、その2位を取ったっていうのもさ、うん、自分にとっては子供の頃の功績だったんだって唯一のさそうそう、それをもう超えられてるから、うん、プライド高いからね、ボールは、だから2位なんだよっていうことなんだけど、うん、結果最終的にもね上回られてやられちゃったんだけど、なんで全員に来たのって言わんの、散々その後さ全員で来るほどバカに見えるやってんのにさ、うん、めっちゃ最初全員で来てる、まあ、1個思うのは、うん、あの主人公の朝日が3人みんなでそれを危険なことをやるっていうのを共有するっていうことで、一体感とか仲間意識とか自分らに対する信頼っていうのを植え付けたんじゃないかな。あれか、ホマーと一緒か俺らいつも一緒だろ。いやあれはガチの仲間じゃんいやでもね、ほらリスキーダイスみんなで振るからさ、あれはさ普通にいいやつ一番最後まで見て朝日の凄さっていうものを、うん、感情に出るとそういう風、うん、そういう意味合いでああいう行動したのかなって俺は思った、はい、4人いて、うん、もう1人が別なとこで俺らを監視してるとかって仮に言ってさ、だから8000万円よこせって言ったとしての不都合って何があるんだろうって逆に考えちゃった、うん、ああもう1人を作らないってことに、もう1人を作らないことに逆に、うん、朝日たち側では団結感は芽生えるし、うん、相手側もビビるじゃん、うん、もう1人いるんだってなる、それをわざわざしない理由が逆に何があるんだろうなっては思った。俺はね、ヒロシがさバカだからよ、うん、嘘をつくとさどっかでボロが出ると思ったの、実はいないよってなると、うん、逆にリスクか、ノボルがあの完全にこっちを信頼してくれなくなるっていう、うん、
のリスクの方が高いからやめたっていうパターンじゃないかな。だって実際ね、ヒロシは最後の方懐柔されちゃってるわけだしさ、まあああなるやつだよっていうのは思ってたわけだから、思ってたし実際そうなったし、うん、確かに。まあ そっちの方が納得いい。ヒロシ全然信用されてない。病院入院しててさ、はい、朝日が喋ってるじゃない、うん、で朝日の心電図が後ろに映ってるじゃん、あーピーピーって、あれさ、どっちで捉えるかだけど、逆に不自然じゃなかった、あそこ。冷静すぎない？波形が全く微動だにもしないっていうのがそういうことかなっていうのは思ってました。もう心拍が変わらないわけじゃん、うん、あんなことがあってそれを思い出しながら喋ってるのに、はい、言うたら心臓の音がいって、ね、だからもう疑いはかけてたのかな警察は。うん、だからあえてそこでやって、まあそこがちょっと抜けたのかなと思うけど、なんかあまりにも冷静すぎたから逆に怪しいっていう、だからそれは見せ方の部分で、逆に見えてるからこその疑問点になったりもするよね、はい、そうね、そういうとこも見えないんじゃなくて逆に見せるとこもうまいなっていう。言うても中学生でさ、あんな、ね、うん、友達が2人も死んで殺人鬼に殺されそうになってみたいな直後なのに、うん、冷静すぎる心拍が全く変わんないっていうのは怪しい。気で見せてる部分に関しても無駄がないっていう、うん、てか黄金少年ってなんだよっていうね。そもそもタイトル回収そういえばしてない。まあでも一応ね、言うとすれば東が大会の話で2位だったっていう時に、少年時代、黄金の少年時代だったんだよみたいな。そっか、そこでのミスリードがあっての、実は金メダル取ってる方が本物の黄金少年だったパターンか、うん、だから少年たちのなんかそういう青春みたいな部分、一番輝いた頃っていうのを描いた黄金期って。いや輝いてた頃あれ鈍いな、輝いてはないだろ、輝きがドス黒いだろ。どうなんだろうね。最初はさ、俺金に目がくらんだ少年の話かなって思った。ああ、まあそこもそっか、金はかかってくるのか、うん、あと原作とさドラマもタイトル違うんだよね。あ、そうなんだ、うん、ゴールドボーイだな。なんかやっぱ日本っぽくないよね、スタッフとか中国人だったもんね。あ、そうそう、入ってるから。あのこれ結構ガバガバなんだよ。ガバガバ。1000万つって6000万取ろうとしてるから。天才対天才的な感じなんだけど、うん、なんかもうちょっと欲しかった感もある。割と両方ともあのガバガバなんだ。やったのかと思ったら、だからこれさ、あれでガチでやってた方がおもろかったかもしれない。ガチでやったら終わりなのよ。